はい、皆さんこんばんは。うさぎ大好き番組うさぎのおめめの第84回目の放送が始まりました、はい。この番組はワイワイテレビのスタジオから、私原田とうさぎ先輩ことこんばんは、はい、小島さんとでお送りします。お願いします。これすごいね、ここビロビロでしょ。それよりもさ、絶好調にお腹が緩い状態で始まってんですけど、そうなの？さっきトマトジュース飲んでたじゃん普通に、うん、しまったなと思って。どういうことかしら。大丈夫かな、1時間途中で消えたらごめんなさい。本当にドキドキしながら、うん、はい、はい、じゃあまず最初お願いします、はい。最初はですね、はい、ホーランドロップのももちゃんの映像です、はい、VTR お願いします。
うん、なんかジャンプを愛読してましたねルミさん、うん、ルミさん今日参加かな、どうだろう、いないのかな、うん、愛読書はジャンプ、うん、愛読書ってはい、はい、萌ちゃんの方、ももちゃんのブログは出るかな、こちらになります、はい、ももちゃんとか萌ちゃんとか、うんね、紛らしいな、似てるもんね、 似てるもんね、はい、さっきなんか言ってたし、はい、はい、続きましてですね、今度はですねマシュマロちゃんの方ですね、ネザーランドドワーフルビーホワイトのマシュマロちゃんをご紹介したいと思います、マシュマロちゃんは先ほどご紹介しましたももちゃんの、仙台のおささん、2歳でお月様に帰ってしまいましたと、真っ白系でな、うん、あの元気な頃のマシュマロちゃんです、はい、じゃあ見てみましょう、thank you。
はい、可愛いね。ももちゃんも可愛いけど、マシュマロちゃんも可愛いね、はい、で、ここで一旦行っていい？いいよ。 CM です。ああ、聞こえますか皆さん。すごいね、アイラビットさん。ね、すごいね。はい、来月です。はい、あ、来月じゃない、来週ですよ。うん。うん。はい。ね。はい。なんか、正体不明の人がいっぱい入ってたね。ああ、ココアさんね。うん。わかったわかった。はい。うん。はい。はい。はい、はい、では、続きまして、みんなの投稿のコーナーです。はいはい、今日もたくさん投稿いただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では順番にご紹介していきます。はい、まずは、うん、うさまる地蔵さんからの投稿です。はい、うさぎの名前2匹います。うん、はい、チョンパ、しめじちゃん、ちゃん付けなんだ。そうそう、キーワードうさめっち。そうそう、ハラミさん、うちゃぎ先輩、エロメブの皆さん、どれぐらい勢いだねこれ。こんばんは。こんばんは。先日、うん、うさこ母のうさこんちへ遊びに行ってきました。はい、動画をいっぱい撮ってきましたよ。うん、まず第一弾としてチョンパとしめじちゃんを送ります。うん、はい、オチはありませんが、はい、おいらも撫でてえなしめじちゃんをご覧ください。うんうん、
はい、はい、チョッパーってムニちゃんのことでしょね。はい、ペンギンユズはないのかって言ってるよユズはないのかって言ってるよ。お遊びに行ったんだねきっとね、あのうさまる地蔵ちゃんがね、うさこ母さん家へ、うん、くーちゃんはいないのあ、仲良くやってるよ。こうやって左側がムニちゃん、これ誰のあの膝というか足のところにいるんだ足だけでわかる。うさこ父じゃないえ、女の人の手でしょ、あれさまる地蔵ちゃんじゃないの、違うのか、あぐらかいてる顔この人がえ、そうなの、え、そうなの、あーだってへえ、そっか、誰女の人の手って言って私見えるなだってさしなやか綺麗じゃん失礼いたしました、おとなしいね、二人ともね、ほら、見てるよ、本当だ、あれ、しめじちゃんは、しめじちゃんは女の子男の子、これ、この位置だからこれ、きっと男の子だなどういうこと位置で判別できるの、いや、位置ってそういう意味じゃなくて普通だったらさ、心配するじゃんか、ああ、近づけれないってこと、あ、男ですって、うさこはんさん、しめちょんぱになってるけどあ、さっきちらっと博多の白うさぎさん登場らしいですうん、面白い T シャツ着てるねふわふわ、何ランドリーって、あーすごいね、はい、はい、スタッフからですね、はい、希望していたエロっぽい BGM が見つからなかったので、うん、他の BGM を入れさせていただきました。なんで希望していたのエロっぽいの、それは萌えパパにね頼まなくて、あ、そうだそうだそうだね、うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、また期待してますよ、うん、はい、残念って言って、ね、はい、では続きまして今日ガジュさんっているかな、ガジュさんからです、うん、皆様こんばんは、こんばんは、2ヶ月くらい前からマルがサークルの扉を自分で開けるようになりましたって、すごいね、私は何度も見ていたのですがパパはお仕事であまり見ることがなかったので、うん、開けたのを見てびっくり、それはびっくりするよね、うん、パパは動画に撮ろうと張り切ってました、うん、しかしなかなかタイミングよくカメラを持ってるわけではないので、うん、ここ数日頑張って待っていたところやっと撮れましたって、うん、初めの頃はなかなか開けられなかったのが最近では簡単に開けられるようになりました。うさぎさんってすごいなぁと、またまた再認識です、一瞬ですのでしっかり見てくださいねって、一瞬なんだ、よし見るぞ、すごいね、扉開けちゃうってケージの扉開けちゃうってことでしょ、家の扉じゃないよねそれはまあそうだ誰登場って登場されましたよ、登場172952さん、誰だ、あ、頭の声、え、何、あ、今終わってたのね、もうちょっとじゃあ見なくちゃ、おお、え、あれってさ、入れたね、自分で帰ったよ、うん、手叩いて喜んでるガジュさんが、うん、あれ親バカってやつかな見ないから何でも言っちゃうはい、ありがとうございました やってみる、いやいや、終わろうぜ、無理だと思うよな絶対無理だもん、だって硬いよ、結構ケージのあれ硬いよね、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、続きまして、うん、柴さんからの投稿です、はい、柴です、はい、前回は採用ありがとうございます、はい、今回は、うん、シュウ君のお嫁さんの、うん、ホーランドロップのさくら、はい、3歳です、ほうほう、前回の放送で質問のあった
写真に写っていたウサギの置物、うん、かっこ貯金箱ですが、うん、市販のものです。オリジナルじゃなかった。オリジナルだって言い切ったよね。言っちゃったね。間違いないぐらいのものはい、はいはい、ちゃんとカメラ見てお話ししなさいって私のことかしら。あら、ここですカメラ。あ、これがさくらちゃん、お嫁さんなんだ。あれだ、あれあれ。あ、どこに売ってるんだろうね。百均ではないな。違うな、うん、今度の質問、柴さんどこでお買い上げになったんでしょうか。でも可愛いね、うん、あれ、うん、ね、いいですね、ね、はい、また教えてください、はい、はい、正面見るよ。正面見て話すとこんな風だ、こんな風だよ、ね、なんかちょっと目つき悪くない。今の一生懸命やってる感じです。あ、そうかそうか、はい、では行きます、はい、続きまして、くぼっちさんからの投稿です。くぼっち。、原田さん、うさぎ先輩、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。今日はもみじの写真フォトムービーを投稿します。最近病院で、射形の原因がですね、EZ 症、これはですね、エンセファリトゾーンって書いてある、難しいな、エンセファリトゾーンと診断され、うん、菌の駆除のため、朝晩2回投薬して少し元気になってきました。それから、先週の放送で、タカさんのお友達ですかっていう質問がね、多分チャットの中からあっただと思うんですけど、うん、でお友達ですよってお返事が来ました。うさぎ祭りで実際お会いしましたって、ちなみに、リンさんともお友達です。リンさん今日入ってみますね、うん、リンさん見てるって、キーワードウサメッチです、はい、うん、ということで、はい、はい、見てみましょう。はい、私の頭切れる。この味。キュートなもみじ。もみじ。くぼっち。もみじプロダクションだってすごいね。プロダクションがあるよ。うさぎさん可愛いね。推進委員会からでした。うん、なかなかいいね。可愛いね。ね、可愛いですね。早く良くなるといいな。いいね。ね、くぼっち、はい。はい。お待ちしてますよ、くぼっちさん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、はい、まゆみゆうさんからの投稿です。はい、うさぎのおめめさん、はい、はじめまして。一括り。本当だ、はい。我が家には、はい、11歳になる、うん、ミニレッキスという品種のウサギがいます。どうかに聞いたような話だ。長いことウサギと暮らしていますが、こういった番組があることは初めて知って、はいはい、なんだかとってもワクワクドキドキです。あららら、ありがとうございます。これから少しずつ、はい、アーカイブ動画を見ていこうと思います。流行るよ。たらたらないですかね。知ってる子出たりするのかな、はい、あ、どうかな、うん、貴重なウサギ番組が末永く続くことを祈ってます。はい、ありがとうございます。サザエさんぐらい。ブログ、うん、プルルンアンディ、うん、出ないんだね、はい、見てみてくださいね、うん、はい、リンクはされてるそうです、はい、あ、リンクされてるそうです、はいはい、名前は、ん、名前、ウサちゃん、アンディじゃないの。あ、そうなの。おお、ちょっとどう、うん、先輩、うん、色がちょっと違うかな、ちょっと濃いな、ちょっと濃いね、うん、そうなんです。まゆみゆうさんかな。うさぎ先輩のところにもいたんでね。アンディさんっていうのかな、うん、あれ誰だろう、キーワード書くの忘れたって。411224さんはどなただろう。誰だ、キーワードクエスチョンって人もいるよ。何キーワードって。
え、なんでじいちゃんがそんなこと言ってんの？あ、そうか、そう、博多の白うさぎさんが411。あ、どうして今日はこれで入っちゃったんだろう。博多の白うさぎではダメだったのかな。そう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 。あれ、あ、まだキーワード入れてないんだ。ん？ん？何が？あ、本当だ、ないね。誰？ん？あら、白うさぎさん。あらららら、ら、まあまあその辺はまあまあすごい厳しいんでしょそんなことないよ、みんなでうさびっちうさびっちって叫んでるし、ここうさびっちはダメだって怒られるっちゃう、怒られちゃうよね、はい、アンディか、うん、可愛かったな、はい、はい、スタッフ、うん、今日はまゆみゆうさんが YouTube にアップしていた動画を一つご紹介させていただきましたってことですね、うん、はい、はい、またじゃあ次回ね、ぜひぜひ投稿してきてくださいってことですね、うん、はい、はい、では続きましてですね、ふうくんのパパさんからの投稿です。うさぎの名前はふうくん、ネザーランドドワーフのオレンジです、原田さん、うさぎ先輩、スタッフの皆さん、こんばんは。ふうくんのパパです、前回うさぎ先輩がラビットランに食いついてくれたので、ラビットランの紹介とラビットランで遊ぶふうくんの動画を投稿します。ラビットランはフェンスとラティスで囲い、ゲートやコーナーの隙間は硬い網で覆っています、うん、あ、網か、これ綱じゃないんだ、違うよ、網だよ、うん、そっか、危なかったな、うん、フー君はどうやらイタリアングラスが好きの方が好きなようで、うん、今ではイタリアングラスばかり植えていますって、うん、動画の後半は頭でっかちで二頭身のフー君を見てくださいねうさぎさんが顔を洗う姿は可愛いですねということで、キーワードはうさめっちです。お、はい、ね、ということで動画をどうぞ、はい、私これ実はもう見ちゃったんだブログで。そうなのすごいんだよ、すごいんだよ、すごい上手に作ってあるのね、あれがイタリアングラスね、食べ放題って感じだよねすごいね、うん、ほらほら、あれ網よ、あ、硬い綱って網網ほら食べてる、青々としてるね、すごいね。あ、私、あの、私じゃないけど博多の白うさぎさんいただいたやつ植えましたよあ、何もらったの？うん、もらったの。早速動画に撮らなかったね、生えてきたらね水やりも私じゃなくて違う人がしてるけど違う人あ、これかな、くるくる、ほらほら、あれもあれかな、爪楊枝の代わりかしらピタゴラスイッチ綺麗になんかお顔洗ってるよ、ん、高典って誰あ、ね、原田パパのことでしょ高典ってどうだった、そんな人じゃなかったと思ったけどまあいいやびっくりしたな、はい、はい、可愛かったね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、続きまして、はい、ネットジャンキージェインさんからの投稿です、はい、先週に続いて、そうですね、ウサギの名前、はい、エリザウェイ、おう、ミニウサギ片手手袋、なんだそれ、じゃそら、はい、今回は、うん、エリザウェイの怖い映像です。アイラビットの店長さんのマナウサギのタマ様は、タマ様、人参食べると口紅がつくので、同じ人参を分けていただいたのに全く化粧気なし、いつも食べている庭栽培のミニトマト大盤振る舞い、え、大盤振る舞い枝付きを食べてたら、はじめはぶっちゃいく顔が取れたと笑っていたのですが、おっとろしいホラービデオになってしまいました。すごい表現だな、おっとろしい、エリキュラになら座れてもいい方募集中です。何それ、エリキュラ、エリキュラ、エリザベイのドラキュラってこと、そういうことね、あ、なるほどね、ふんふん、これからも番組へじゃんじゃん投稿いたしますので、はい、よろしくお願いいたします。お待ちしてます、じゃんじゃん、そうそう、おっとろしいって、みんながおっとろしい、おっとろしいって言ってる俺が噛んだかと思ったんだけど違うよね、書いてあるの、お、これだ、え、これ人参じゃないでしょ、トマトだよね、これ、あ、これがお庭で栽培してるミニミニトマト、大盤振る舞いで食べてる、結構怖いなこれ本当だ、赤い口紅が滴ってるやん、すごい
からトークはやめられないって。いや面白かった今の。そうなの？違うよ、これだって博多の白兎さんだもん。そう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 、ジュルジュル、すごかったね今ね。肉食じゃん。ねえ。血出てた。草食だったはずなのにどういうことなんだろう。びっくりしたな。あ面白かった。はい、次回期待してます。エリザベイ。ね。はい。はい、ではお待たせいたしました、博多の白兎さんからの投稿です。はい。赤嶺ちゃん、うしゃぎ心配、スタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。毎日暑いですね。暑いですね。暑くても手を焼くくらい元気ないちごと大福です。そうですね。今回は、いちごのヘアンポの風景を投稿します。いちごはいちご、いちご、いちご、いちごちゃん部屋に出してあげるとまず大福のところに行って、柵越しにチュッチュッってするんだって。違うよ、チュッチュチュッチュだよチュッチュッチュッチュじゃない、チュッチュチュッチュだってうまいな、はい。その後スイッチが入り、1話大運動会が始まります。なるほど。1話って1人ってこと？チュッチュチュッチュしたのなあ、ちょっとハマっちゃったな。この日はちょっと蒸し暑かったのか、いつもの大運動会とまではいきませんでしたが、1話大運動会の模様が撮れたらまた投稿しますって、で今回の見どころ2つあります、1、イチャつく2話、2、可愛く横に尻尾を振るイチゴだそうです。はい、なた？チュッチュチュッチュそれチュッチュチュッチュ上手に書いてあるチュッチュチュッチュがあー面白いあ、ちくしのさんだ失礼しました。え、何これ、いちごちゃん？これか、いちごちゃん。尻尾振るんだって。近づいてきた。あ、鏡見てんのかと思ったら近づいたね。これ意識してるのかな、二人は。うん、おー、ほんとだ！やった！やったって何だったっけ？ん？メンバー。チュッチュチュッチュ。それ。MC はマスターセレモニーです。何？何？何？何言ってんの？ん？ああ、ところでってね。よく知ってるね。すごいね。多分。どう？今なんか竹があったよね、うん、足に踏むやつかな、うん、すごい、すごい超意識してますね、うん、2人はね、うんうん、なかなかちょっと期待ですね。やったって言ったもんねやったね、本当だね、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、続きまして、はい、萌えちゃんのパパからの投稿です。萌えちゃんのパパです、はいはい、毎回言うね、うん、今日の動画は、はい、容器から皿にペレットを移そうとしていると、うん、容器に顔を入れて食べようとしている動画です、はい、パパが食べようとしている、違うでしょ恐ろしいじゃんそれで。キーワードはモンチチ。違う違う、外れました。違う、もうダメ出た、初の外れああもう、何が分かんないの、うん、何が分かんないんですよって筑紫野さんって宮さんが言ってる。なんだ、あ、萌ちゃんの体だ、なんか激しいな今日。2リットルって書いてあるお茶クーラー、 あそこに口顔突っ込んでるんだ。あそこにもペレットが入ってるって分かってるからね。すごいね、よこせよこせだねあれは絶対に。だ、1700643は誰だろう、遠い目って書いてある、うん、人増えたな遠い目って。誰だろうね、ねえ、うん、誰だ。みやさん会いに行こうね今度ね
赤いのは何だろう、なんすかね。パパ、赤いのは何ですか。ドライフルーツ。あ、そうなの。乾燥人参。うん、うん、ペレット丸いんだもん、萌ちゃんのペレット。人参、乾燥人参だって。うん、今日は BGM がエロくないって言ってる、もうエロ系を出し尽くしたの。ニコさんいる？ニコさん？どこだニコさん？さっきいたよ。いた？うん、本当？ニコですって言われた。あら本当。もぐもぐやってます。ほっぺが膨らんでていいね。なんか。あのさ、お皿がまたハート型なんだけど音楽は月のワルツでさ、なるほど、なるほど。あ、さっきの1700643がニコさんなん、そしてニコさん今日はニコさんで入れなかったんだろうね。食べてるだけでいいなの萌えちゃんって言って、あ、しばし、あ、これは誰、柴さん、あ、柴さんか。渋い選曲ですね冷静にふふくんのパパさんなんで皆さんログインできないんでしょうね。一回ログアウトするといいですよね、ログインできないときは、よろしいですか皆様なんかすごい知った感じだね。本番直前までこれログアウトするんだったっけとか言ってたのに私、うん、そうそう、ちょっと慌てました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で続きまして、はい、まんまるぷーさんからです。はい、うさぎの名前はまるくるくん、原田さん、うさぎ先輩、うさめ部の皆さん、こんばんは。とある漫画のキャラクター、目覚まし時計が、起き上がりこぼしになっているので、マルクルの遊び道具になるか試してみました。結果は動画を見て判断してみてくださいってことです。ということでマルクルくんです。あれか、あ、本当だ、時計になってる。あ、でも興味はあるみたい。興味はあるんだね。あ、本当だ。あれ？あれ？こにゃんこ先生っていうの？にゃんこ先生って田舎ペ大賞に出てたやつのこと？ああ、まああれもにゃんこ先生ですけど。あれね。またなんかちょっと時代的なこと言っちゃったかしら。危ないよ。ギリギリじゃないのこれ。これって有名なの？このキャラ、って微妙だな。だって目覚まし時計になるぐらいですよ。有名って、うずらさん有名って。え、あれが当たっちゃったってこと？ってこと？あ、買ったのか。まるの？まんまるぷーさん。そういうことね。はあ。はい、で、あれは興味はあったのかな。あったんでしょう。あったのかな。ツンツンしとったもん。ツンツンしてたもんね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、はい、ルミさんからの投稿です。はい、うさぎのおめめの皆様、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ネザーのマシュマロ&ロップのモモのママ、はい、ルミです。はい、いつも動画を取り上げていただき、ありがとうございます。はい、今日はブログへのリンクをお願いしたくメールしました。はい、メールを送ろう送ろうと番組視聴中は思うんですが、つい後回しになってしまいました。はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、ブログ名、はい、どこでもごろり、はい、今は忙しさにかまけて写真や動画を撮ったままたまりっぱなしになってしまいなっています。整理してアップロードできたらまたぜひよろしくお願いします。はい、ぜひ。はい、では、はい、お願いします。はい、また蘇ったな、チュッチュチュッチュが。マルクル君、いまいちだったみたいだね。なんで？って書いてあるもん。ああ。
これがももちゃんももちゃん、ガジュウさんまた遅刻って、ガジュウさん終わっちゃったガジュウさん終わっちゃった。これがマシュマロちゃん、ふわふわだね。マルのどうだったって、よかったよね、うん、よかったよかったよかったあのパパの声も入ってて、うん、パパの声が入ってた、すごいねって言ってたよね、うん、で原さんが何したんだっけ、親バカって言ってたね、いやそんなこと言ったかな、うん、言ったかな、どかなどかな、忘れた、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ももちゃんとマシュマロちゃんの写真を1枚ずつ抜粋しました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ではですね、続きましてリンさんからの投稿です。あきみさん、うさぎ先輩、皆さんこんばんは。うさぎ先輩さんだよ、あ、すいません、うさぎ先輩さん、うん、よく見てるな、皆さんこんばんは、リンです。先週もケロコの動画を採用していただきありがとうございました、はい、うさぎ先輩の来週もケロコ動画をのリクエストですが、なかなか見つからず、すいません、今回は写真の投稿をさせていただきます。チンゲン祭でもいいんだけどねなんだそれ何それ、ケロコは健在なのでまた新しい動画を撮ってみますねって、はい、ちなみに100均ショップですが、ケロコは210円で販売されていました。今週も可愛いウサちゃんに会えるのを楽しみにしています。暑いですが皆さん体調を崩さないように気をつけてくださいっていうことです。じゃあ210円するわあれはね、うん、はい、ではケロコちゃん、うん、違うか、はいあ、リンちゃんウサメッチ書き忘れたって言ってるみんなウサメッチ書いてないってもう一回くらいあるんでしょ。ないよ、だって来週だもん。あ、本当だ、あー、なんか枕になってる。あれは何、ブロッコリー、カップの中は、あー、目がかわいい。ケロコちゃん、ケロコちゃんと一緒に、いいねこれ。モンチッチじゃないっちゅうのもうパパ外すよいいね、あの、あれサンタクロースの帽子かな、うん、ね、これはあのどこの百均だろうね、うん、ああ、大なんとかじゃない、大なんとか、うん、そうかなんとかそうかなんとかそう、うん、あー、かわいいかわいいかわいい、いいね、いいね、ケロコケロコいいね、ケロコね、ケロコいいね、あの鼻を目にしてみると何が何だかわからなくなるんだよ本当だねあ、4匹おる、あ、ニコさん名前で入ってこれたみたい、書いてないところか、おわきゅうやん、あ、本当だ、いっぱいいた、書いてないところか、送ってないって言ってるよ、そういや今週なかったもんね、珍しく、うん、まあ、本当やね、うんうん、まあそういうこともあるわね、あるわな、はい、はい、さすが4匹集まるとすごい ね、 ね、なかなか迫力あるね、ケロヨンだもん、うん、ケロヨンうまいこと言ったでしょ、あ、でもケロヨン知らないかみんな、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ではここで投稿のご案内です。はい、うさぎのおめめでは、うん、視聴者の皆様からのうさぎの動画や写真を募集しています、うん、投稿希望の方は、はい、ぜひ info@yytv.com までお送りください、はい、投稿の際にはペンネームとコメントを添えるのを忘れなく、はい、また皆様のブログもリンク募集中ですので、うん、そちらもぜひ投稿してください、はい、皆さんの投稿お待ちしています。はい、それしてですね、Facebook の呼びかけもしたいと思います。うさぎのおめめでですね、Facebook を作りました、うん、Facebook でも投稿していただいた動画や写真を紹介しています。皆さんも登録してどんどんうさぎのを広めていきましょうということで、うんうん、はい、この間いいねしといたよ、はい、サマサちゃん今日頭が痛いんだって、そうなんやということです。咽頭熱で40度って書いてある。え、そうそう、あ、そうなんや、うん、ほら頭痛マックスで寝てたらゴミって書いてあるもん、はい、大変だね、この暑いのにちょっと40度はちょっときついね、ね、かわいそうだな、うん、え、誰が、ん、今のニコさんじゃない、ニコさんもなの、ニコさんがねって、ニコさんだって、あらら、それはちょっと大変じゃないの、はい、はい、あ、次行きますか、はい、行きますよ、はい、では次行きます、はい、次はですね、はい、YouTube 名、ハトリンゴさんのウサギとインコの仲のいい映像です。ほいほい、
中のいい映像です、うん、はい、うん、クエスチョン書いてあるね。なんだこの音楽あ、これ入ってないんだ。入ってるよ、入ってるいいね、私ね、これが夢だったのよ。インコとウサギとか、インコと犬っていうのが、インコとウサギのコラボレーションが、そう、こないだ誰だったっけ、あれあったよね、うん、誰だった、スズメのやつ、違う違う、それはチクシノさんで、インコちゃんよ、誰だっけ、いたよね、ねえ、仲いいんだよこれ仲悪いの、あ、これ仲悪いの、これあらららだから良さげに、うん、良さげに、うんこじゃないって、インコ文化、そう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 、あ、そう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 、それってニコさん家だった、違ったニコさんとこだから違うってリリちゃん違う違う、仲良しじゃないの、ニコさんの、もういい、もういい、でもあれ、インコはついてくよ、うん、負けたう違う、仲いいよ、見えちゃったのかな、ウサちゃんが、もうあんまりあげて隠れてるもんだって、ほら、あ、でも、ね、かわいいかわいい、これいいね、これこれいいわ、あのひょこ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 って、あのなんかさ、素晴らしい、まず見てあそこで鉢合わせるよきっと、ほらほら、あーいいな、かわいいね、ちょっと待って、インコも買おうかな、うん、かやでやってみて、カゴあるもんどんな気持ち出てるの、また来てって思ってるかな、何ログがちゃんとって、なんだこりゃ、よくわからない、あ、オカメインコいいよね、オカメインコもね、あれスリッパ何してるの、寝てるの、スリッパのとこ寝よっとね、あ、足が、やだ、ちょっとやめてはい、でこれは一体仲が良かったの、微妙な感じだ、微妙だねでも追っかけてくるとウサギは嫌がるし、うん、ね、実はみかんの方がふてぶてしいってうちはだよ、え、家、家、家って言うじゃん、実じゃなくて、うん、あ、うちはね、うん、自分とこはってことでしょ、うん、私なんて言った、実は、あ、失礼しましたえ、ママ太郎さん、ママ太郎さんって、うん、ママ太郎さんだ、誰だろうロングヘアはいいな、うちはちび耳って、うちもだ少ななってないけど、うん、ちょっともう一回あれしてみようか、うん、あれしてみて、うん、よいしょよいしょ、冷たい音取って、ね、読めるこれすごいよ、はい、可愛かったな、うん、いいですね、ねえ、うん、いいな、こういうなんかちょっとね、うさちゃんと違う動物のこのコラボまた送ってくださいね、うん、あ、やんないんだ、え私送ってもらう街だそうそう、とりあえずはまずはさ、ね、ポールの気持ちも考えないとはい、はい、じゃあ先輩いきますよ、手こぎますか、手こぎます、はい、ではもう時間になりましたので、はい、天候に移ります、はい、順番にお呼びします、はい、筑紫野さん、ふうくんのパパ、これ誰、ママ太郎さん、はい、うん、ママルプーさん、
はい、まさちゃん、うん、さん、はい、この誰、まゆまゆサンディ、まゆザンディ、うん、難しいね、誰だろう、うん、リードーズさん、はい、ミヤさん、はい、萌えちゃんのパパ、はい、ニコさん、はい、ポアロさん、はい、リンさん、はい、えのいきさん、はい、ルスカハンヌさん、はい、うさこ母さん、はい、うさまる地蔵さん、はい、うずらさん、はい、あとね、多分 ね、うん、ガジュさんもいたでしょ、ガジュさんもいたね、あと博多のシロウサギさんもいたでしょ、あと呼ばれてない人呼ばれてない人ゆずブーデーさんもいたよね、あれどこ行っちゃったあれいる、どこ行ったの、あら、まあ急に退出、あらららあ、ココアさんですね、はい、はい、ありがとうございます。あの一応番組のホームページの方に、うん、ユーストリームに入り方っていうかログインし方があの載ってますので、詳しく、はい、一回皆さん見てみて、あ、8623さんもね、うん、はい、ということです、はい、はい、今日もたくさん投稿もありましたしね、うん、たくさん参加していただきましたしね、うん、初めての方も多分たくさん、はい、ね、いましたね、合計視聴数143です、素晴らしい、すごい、あの、ね、明日ですかね、ね、はい、ということで来週はいよいよ、うん、あの大抽選会が待っておりますのでね、8月第1週目ね、また皆さんたくさん参加してくださいね、来週もね、楽しみだね、はい、はい、ということでそろそろいいお時間になってまいりました、うん、いいお時間、いいお時間です、どうだ、ギリギリだもん、うん、いいね、うん、ということでまた来週、この場でお目目にかかりたいと思いますはい、何で笑ってんの、はい、じゃあもうカメラに向かってね、はい、はい、はい、じゃあ皆さんさようなら、おやすみなさーい。